皆さんこんにちは、ケンです。今日は発売前の新しいグラベルロードをお借りすることができましたので、そちらの紹介と、えー、インプレを話したいと思います。タイトルにある通り、こちらはリゾというメーカーになるんですけども、台湾の自転車メーカーになります。でリズはですね、カーボンフレームを成形する技術が高くてですね、日本の東レ社からカーボン繊維を供給しておりまして、それを使って ディゾが成形してます。指定された検査よりさらに厳しい検査をして我々の元に届きます。ロードバイクのカーボンフレームはたくさん種類がありまして、そちらを使って大会に出た方が優勝しているなどの実績も多数ございます。メーカーさんの紹介はまずこんなところですね。で、そんなディゾが初めてグラベルロードを作りました。今回、このグローバーのオファーを受けて、 えー、2週間ほどお借りしております。じゃあ早速ね、フレームからまずご紹介したいと思います。これが、えー、リゾのグローバー完成車の仕様になります。フレーム見てほしいんですけど、えー、緑色のグラデーションがかったカラーになります。これはフォレストグリーンというカラーになります。このフォレストグリーンの他に、まあ、木を連想させるようなカラーもございますので、 まあ好みで2種類ありますので選べばいいのかなと思います。私は今174センチで S サイズをお借りして、えー、まあシートポストの高さとかはこんな感じになっております。ロゴを見てほしいんですけどもトップチューブに2箇所とあとはメーカーさんのロゴですねダウンチューブに1箇所 これがですね、実は皆さん金色に見えるかもしれないんですけど、光の当たり方によって、えー、ちょっと変化するんですよ。まあちょっとオイルスリックですね。虹色に近い感じで、えー、変化して、室内で撮っているとき、あと外で撮るとき、夜に撮影するときで、そのロゴの部分の映り方が結構変わりまして、えー、結構映えフレームになっております。ここの部分から、 綺麗にグラデーションがかかっております。ですごく自然なんですよね。こうアップしましょうか。ここですね。本当に自然な感じで塗装がめちゃくちゃ綺麗です。私がこのフレームを見てまず最初に思ったのが、もうこの塗装の綺麗さですね。ここもそうですね。フォークの部分のこのグラデーションのとこも。 めちゃくちゃ綺麗ですどうですかまずフレームの塗装めちゃくちゃ綺麗ですねでフォークの部分もそうなんですけど結構エアロになっていてケーブルも内蔵されているので、えー、見た目がスッキリしてますこのシートポストの部分も鉄ライチで綺麗ですよねフレームもフォークもコラムもカーボン素材になりますこのフレームだけ買いたいっていう方もいると思うんですけども フレームだけの販売はもうすでにしてまして、約20万円ぐらいで購入できます。前からだとこんな感じですね。で、フォークの部分見ていただきたいんですけど、フォークの部分に、えー、1箇所ですね。ダボ穴があります。で、これが1個あるかないかって、今時のグラベルのバイクパッキングアイテムの中で重要になってきまして、 一個あるだけで、ここに何か積載する、まあ、ボトルケージとか付けれたりします。ないやつはもう、えー、まあ、バンドとかで止めるしかないので、ここに一個あるのも結構ポイントになると思います。で、フォークのとこ、さらに下のとこですね。スルーアクスルのところ。スルーアクスルのところにも、え一、ー、個ぴょこんと、ここですね、付いてるの、わかると思うんですけど、これも使い方いろいろありますが、 まあ基本的に泥よけ。まあ、こんな感じでね。で、さらに、ここのフレームとの境目のとこですね。ここ見てほしいんですけども、先ほど言ったようにこうちょっとエアロな形状になってて、ここをちょっと私もびっくりしたとこではあります。ここですね。ここに、ここにもダブ穴があるんですよ。これもあのフェンダーを直接取り付けるためのダブ穴ですね。 ここに、まあ、ただ単純に取り付けるだけの短いフェンダーだけでもいいし、ここから、まあ、ここまで、範囲があって、まあ、ここに、まあ、金具伸ばして、フルフェンダーですね。フルフェンダーでもできるっていう、メーカーさんにもよりますけど、そういったフルフェンダーも付けることができます。で、当然ながら、リアの方にも、まあ、探したところ、ここに、泥受け付けるための穴だったりとか、 あとすごく見づらいんですけど、ここにチェーンの裏の奥ですね、ここにもフェンダー用の穴がありますね。で、さらに、ここに1箇所と、スルーのとこに1箇所ついてます。リアキャリアをつけるようにあるダボ穴になります。なんでリアキャリアもつけることができる、泥除けもつけることができるっていうような、 えー、バイクパッキング仕様にもなるグラベルロードっていう印象ですね。トップチューブにも今ついてること多いんですが、ダブ穴ありません。こういうふうに 3T とかね、えっ、ー、と、まだ紹介してないですけど、この新車にはついてるんですけど、意外とトップチューブのダブ穴って使わないんですよ。なんでかっていうと、トップチューブのダブ穴ついてて日本で買えるのって今、アピデラレーシングか。アピデラレーシングとか、結構数少ないんですよね。 結局、その、まあ、あバンドで止めるタイプの方が、まあ、あラインナップとしては多いので、意外とまだ、えっ、ー、と、まあ、ここにはないんですけど、見た目がスッキリしてて、とてもいいと思います。あとね、そこから水入ったりとかね、しますからね、私的には、あの、トップチューブのところに穴がないことについては、全然マイナスポイントではないです。一応ここに、ボトルケージをつけるところが2箇所ついてます。 こちらについては、まあ、グラベルロードの流行りですね。3つついてるわけではなくて、ここは、えっ、ー、と、固定ですね。ただし、まあ、ウルフトゥースとか、シマノの DI2 のね、えー、まあ、マウントをつければ、ボトルケージの位置は、移動は全然できますし、移動する必要もないかなと思いますで。S サイズで結構ここの隙間があるので、ここにフレームバックつけるの非常におすすめですね。 ここにもダボ穴がありますので、パンク修理キットとか入れるといいと思います。あとリアの形状を見ときますか。えっ、ー、と、リアから見たフレームはこんな感じになってまして、結構ここ、ここから細くてだんだん外に広がってるっていうような形状になってます。じゃあチェーンステー見てみましょうか。 でチェーンステーで見てわかるようにここ結構分厚いので振動吸収良さそうですよねまっすぐ上に上がってるわけじゃなくてこう緩やかに上に上がってるあの美しい造りになってますねまあ、ちょっとフレームだけで結構喋っちゃったんですけどレースにも向いてるしバイクパッキングにもすごい向いてるフレームだなっていう印象ですねはい非常に汎用性の高いグラベルロードのフレームだなっていう感じがしました じゃあ続きましてあのー、今後発売する予定っていうふうにお聞きしてるんですけどもこの完成車のスペックをご紹介したいと思いますシートポストは FSA ですね FSA のアルミのシートポストがついてますサドルは30個結構ちょっと細めのサドルになりますねまあ柔らかい方だと思いますしここがちょっとあのー、へこんでますので、まあ、男性にも優しい仕様ではないかなと思います このまま横に行って、ハンドル周りに見ていきましょうか。コラムスペーサーはカーボンでできてます。はい。で、えー、このヘッド周りは FSA ですね。ステムも FSA。FSA のゴッスサマーかな。ハンドルも FSA です。こういうふうにですね、しっかりね、最初からフレアハンドル。オフロードとかは、この下半を持って操作すると走りやすいですし、 あとはね、ここにハンドルバーバッグをつけたときにも、下半を持てば全然邪魔にならないっていうような工夫がされてます。STI から STI までが400で、下が460ぐらい。そうですね、合ってますね。400、460ですね。っていう、あの、ま、あ日本人向け、ま、あその、ここが420とか440で結構でかいので、 上が400、えー、下が460っていうふうになってる、なんていうんですかね、あの、まあ、どっちにも使えるフレアハンドルかなっていう印象ですね。まあ、オンロードでも上半持てば使いやすいし、オフロードではもう極端に460まで広がるので、えー、ハンドル操作がしやすいっていうような、なってます。で、続きまして、全体の構成されてるコンポ、紹介します。 STI レバーが、えー、GRX のこれ600シリーズですね。600シリーズが付いてます。フロントはダブル仕様ですね。フロントディレイは GRX の800、フロントダブルのクランクは GRX の600、で、リアディレイラーは GRX の800ですね。で、フロントシングルではなくて、フロントダブルになりますので、 例えば、えーとまあ、ロードバイクのような使い方ですね、まあ。グラベルはもう本当にたまにしか走らないっていう方でも、えー、こちらで例えば昼くらいも全然余裕ですし、フロントシングルじゃない分、えー、どんな道でも走りやすいギア比かなと思います。やっぱね、フロントシングルであの私、運用してるんですけど、 やっぱ激坂とかオフロードでの激坂でもう本当にフロントシングルじゃ足りない時がありますので今回このグローバー乗らせていただいてフロントダブルいいなって思っちゃいました、はい、ブレーキですねブレーキは GRX の400シリーズローターは 160mm はいこれが反対からの見た目ですよね最後ですね グラベルロードでまあ個人的に重要だと思うのはホイールとタイヤになります。ホイールにつ,きついてはノバテックっていうのがついてますで。ノバテックのことあんまり知らないんですけど、外幅だけでも結構普通のロードホイールよりありますので、でこのグローバーはホイールはもう本当にオフロード向けのものを採用しているなって印象ですね。でタイヤはグラベルキング SS。 700×38c のものを履いてます。真ん中がスリックで左側がゴツゴツしたノブがついてるっていうものですね。なので、まあ、オンロードではこの真ん中のスリックのところで走って、えー、抵抗なく走れて、で、オフロード来た時にちょっと空気圧下げて、ここのノブを生かして走るという。グラベルキング SS は、えー、万能ですね。 見ての通り、オンロード、オフロード、どちらでも全然使えるような完成車となっていますで。さらに、まあ、これを手に入れた人によると思うんですけど、タイヤをもっとね、太くしたりとか、まあ、キャリアとかつけて、バイクパッキング仕様にしたり、えー、フロントシングルにして、えー、ホイールも変えて、レースに出たりとか、いろんな風に使えるようなフレーム、 そそしてその完成車のスペックとしては何かどっちかに特化してるっていうような、まあ、完成車の仕様ではないですねもう本当にどこでも使えますっていうようなグラベルロードだなと思いましたタイヤについては 700C の場合だと 45C まで、えー、履けますで 650B の場合だと 50C 相当まで履けるそうなので グラベルロードとしては、例えば大滝とか、グランデュールとか余裕で走れるような仕様じゃないかなと思います。ではね、このリゾグローバーの完成車を乗って、まあ、感じたこととかっていうのを話したいと思います。この完成車仕様でのオンロードでの乗り心地ですね。オンロードでの乗り心地は非常にいいです。 エアボリュームが非常に多いのでクッション性はすごいありますし、やっぱりフルカーボンなので非常にいいと思います。スピードってどれぐらい出るのっていうとこなんですけど、45キロまでは全然普通に焦げば出ます。はい。下りとかでもまあ50キロぐらいは全然出ますね。完成車の仕様です。これぐらいのスピードで乗れます。オフロード、グラベルですね。グラベルではどう感じたかっていうのを ご紹介したいいと思います。このバイク紹介の前に映像流れたと思うんですけど、このグラベルをちょっと早く走ることを意識して乗ったりとかしてみたんですけど、乗り心地っていうところですね。えっ、ー、と、まず、お尻の部分は正直、あの、突き上げるものがありました。何を基準にって思うかもしれないんですけど、やっぱりここが FSA のアルミ素材使ってるっていうのと、アルミのレールで、 えーまあ、このサドル使ってる、まあ、細いサドル使ってるっていうのもあったので結構突き上げはあったかなって印象ですまあパッと履いてそう思ったのでなのでより乗り心地をよくしたい人だったらまずカスタム私がするとしたらここですねもうシートポストでこのシートポストが27.2っていうサイズなので、まあ、当然 DI2 にも対応してますし、えー、汎用の、えー 汎用の他メーカーさんのシートポスト、カーボンシートポストとか出てますので、そういうのに変えることもできるもの。専用のシートポストではありません。ハンドルの振動とかにつきましては、非常に良かったです。これ、フォークがいいんだと思うんですけど、フォークとかコラムがカーボンっていうところもすごい効いてるところだと思うんですけども、アルミのハンドルでも全然手が痛くなりにくい、操作もフレアなんでしやすいっていうところでした。 簡単に言うとフローではそんな印象でした。あとはそうですね、この完成者の状態で約9キロ後半ぐらいだったと思うんですけども、フレームというかホイールに関することなんですけど、多分ホイールのインプレの話をすると、初速がちょっと重たいっていう感じはしました。ただスピード乗ると回ってくれるなっていう感じのホイールです。あとは、グラベル走ったのがこの チューブ度の状態なんですね。チューブレスにしてないんですよ。ですので、もうチューブレスにすれば、もっと乗り心地も良くなるし、今言ってた、そのお尻の突き上げとかも少なくなるかなと思います。フレームとしては、えっ、ー、と、個人的には非常に良い,いものだと思いましたし、他の、まあ、私のお友達とかに乗ってもらって、あの、良い,いフレームっていうふうに評価も受けてます。えー、まだまだ喋りたいことは、えっ、ー、と、たくさんあるんですけど、 まあ、まとめるとこんな感じですねじゃあこの動画を見てもし興味を持っていただいた方は、えー、リゾのホームページのチェック SNS のチェックをよろしくお願いしますまだ今この動画を撮ってからあと1週間ぐらいお借りはできますので、えー、こいつで、えー、もうちょっと、えー、バイクパッキングライドとかしていきたいと思います本日の動画は以上となりますご視聴ありがとうございました